フェイスブックでですね、書いたのに関してですね、なんかネットニュースとかになったそうなんですけども、おかみさん募集というのをやったんですね。おかみさんになってくれる人を募集しますというのをやったら、それがいろいろネットニュースで、拡散されてるみたいなんで、じゃあちょっと説明しましょうかっていうふうに、思ってですね、説明コーナーを作ってたらですね、つい先ほどですね、週刊文春のですね、記者の方がいらっしゃいましてですね、いきなりですがってこんな手紙をくれてですね、取材させてください。で、この放送の後か明日かというふうに言われて、僕その場ではそれは嫌だって断ったんですけども、嫌だっていうよりはやっぱ番組中にね、答えるのが一番面白いんでですね、岡田敏夫様、突然お手紙を差し上げます、ご無礼を許してください、ちゃんとね、週刊文春はちゃんと手紙くれるよね、週刊文春編集部の〇〇と申します、この度は岡田様へ取材をお願いしてお願いさせていただいてました。内容としましては、岡田様が8月24、25日にかけて Facebook 上に投稿されたおかみさん募集についてです。斬新で非常に興味をそそる内容であると同時に、冒険の老舗の跡取り息子とはどのような人物なのか、またおかみさんの仕事とはどのようなものなんか気になる部分もいくつかあり、ネット上でも話題になっております。本日放送のニコニコ生放送ゼミにておかみさん募集の経緯と今後の展開についてお話しされると聞いております。私もスタジオにて観戦させていただくつもりです。ちゃんと来てくれました。お願いといたしました。この放送後に改めて、兵士の取材に応じる形でおかみさん募集についてお話していただけないでしょうか。こちらからもいくつかご質問させていただければと思います。今回の投稿に関して賛成も批判も含め、ネット上に根拠のない噂ばかりが広まっています。そんな中、純粋に今回の募集がどのような考えのもとになされたものなのか、具体的な詳細はどのようなものなのか、岡田様ご本人の口から週刊文春市場でお話しいただけないでしょうか。それが岡田様への誤解をなくすことにもつながると思います。本日の放送終了後に岡田様のご都合がよろしければ、直接お話をうんぬんくんぬんが明日でもうんぬんくんと書いてあって、自分記者の方の名前書いてあって電話番号も書いてあると、大変誠意のある手紙いただきましたのでですね、もうこの後でですね、本人にですね、ここに僕の隣に席用意してますので、座っていただいて生で取材を受けするということになりました。だから、この後で追加取材で、みんなに見てないところで追加取材というのは特に受けないです。この内容のままでやろうというふうに思います。じゃあすいません、文春の記者さん、カメラのフレーム外ですけども、ここに座ってください。はい、はい、もうね、本人は顔出しも名前もいいつもりなんだけども、多分ですね、週刊文春のですね、編集長とかデスクに止められたんだと思います。そこら辺なかなかね、立場が苦しいということを僕たちも理解しないとです。もう大体そうなんですよ。現場は大体、いやいいですやりますって言うんだけども、上が止めるというのはですね、日本のマスコミ界の常識なのですね、本人は、ここら辺にいるというですね、ちょっと皆さんから見たら左肩だけが見えてる状態だと思いますので、です、ね、よろしくお願いします。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はすいません、突然お伺いして、はい、いえいえ、週刊文春の記者です。あ、危なかったね。危なかった名前を言ってやられて危ない、はい、それで、はい、早速お伺いしたいんですけれども、はいはい、うん、まずこの Facebook 上に挙げられたこの8月24日から25日にかけてのおかみさん募集を投稿された経緯についてまずはお伺いしたいんですが、経緯に関しては、その僕が、まあ、なんか知り合いの人だったんですけども、はいはい、前からですね、これなんだろうな、おかみさん募集っていうのの理由になるんですけども、はい、お父さんと本人とがしょっちゅう言い合いになるって話を聞いてたんですね、はい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 、その実家の老舗のお父さん、はいはい、で、そういうのっていわゆるどっちが正しいのか問題になっちゃうんだけども、はいはい、僕からしてみればそれは間に入る人がいないからだと。普通老舗のそういうところは奥さんが入ってって、まあまあお父さんどうもどうもどうも、まあまあ旦那どうもどうもどうもっていうふうにやるだろうと。あ、なるほど。これをしてないからじゃないのかというふうに言ったら、その発想はなかったというふうに言われて、それは普通その発想ないよね。そういう発想で結婚する人とか恋愛する人ってまずいないじゃないですか、はいはいはい、っていうのは現代において結婚っていうのは出会いがあって、で、その中でいいなと思ったら恋愛が発生して、恋愛したらその後でお互いうまくやっていけそうだとか、家同士の調整が進んだら結婚っていうふうに進んでいくんだけども、はいはい、その考えでいくとね、その人に適切なおかみさんが与えられるって言ったら変だけどもそれって無理ゲーじゃないのって思ったのよ。はー、どんだだって本人が求めているものというか、多分欲しいものっていうのはそこにぴったりの実は人材であって、
恋愛相手である必要がないっていうふうに俺なんか余計なことが分かんないから力説したの。だからあなたとその奥さんお嫁さんになってくれる人の間には恋愛関係はあった方がいいけども実はなくても構わない。それより大事なのは信頼関係であると。はあ、うん、なるほど、うん、でその信頼関係の中から恋愛関係に発展したらそれは一番いいよなと。はははは、うん、話して。だから何よりもそのスペックってことはないんだけどもあのなんか人間関係の調整能力とか、はい、あと東京からねちょっと離れた県なんですよ。そんなとこに本当に来てくれるのかの方が優先でしょうっていう。なるほど、はいはいはい、という だけなんで僕としては本当にあそこに書いてあることそのままなんですよ。それがやったらそしたらもうこの間の土曜日宮崎哲也先生に大阪で、はい、岡田さん炎上してるねって言われてえ炎上してんの知らんかったよ結構話題になってますよね。結構話題になってんだ。いやみんなどこを話題にするの。まず謎めいてるのがあの、うん、冒険っていうのは一体どこなのかってところですよ。あれはどこなんですか。東京からね行きにくい県です。行きにくい県北か西かとか言えないですか。それも俺ね、はい、これやるときに絶対内緒にするっていう風にやって始めたから。だからあの多分僕が話していいのはここまでだなという限界まで結構 Facebook で書いたつもりなんですよ。 なのでそれがもう都道府県じゃなくて県と書いてるところで察してくれよっていう。北海道とかは外れるってことで北海道も東京も大阪も外れるよって。なるほどそれぐらいの、うん、群馬県って今コメントは流れたけど群馬は東京から行きやすいよ。それとですね、はい、この中年商数億円ぐらいの中規模だけど堅実なお仕事ってこれも何なのかっていうのが気になるんです。あのねいわゆるおかみさんってそれそういう書いても何でかっていうと、はい、おかみさんって書くとみんな多分料亭とか、旅館とかさ旅館を、ね、ああいうのを考えるでしょ、はい、であんなねハードな仕事だったら俺もあんな一般公募しないんだよ。はははそれよりはもっとマシでそれよりは家業を引き継いでやらなきゃいけないタイプの仕事。じゃああんまり伝統があるっていう感じではないってことですか。伝統はないけどもお父さんのやり方と息子のやり方の間に差があってその間に入るのが人間関係の調整だけでいいの。だから技術的な問題があんまりない。いわゆるお父さんのやり方のテクニカルの部分と息子のやり方のテクニカルの部分がそんなに差がない。まあ言っちゃえば職人っぽい仕事じゃない。じゃないな、いや職人っぽい部分もあるから何とも言えないけどそんなにね、なんだろう伝統工芸の一子相伝じゃない。じゃあこれだけは言っておきましょう、はい、なので僕としては言うべきなのは伝統のある何とかですではなくてどちらかっていうと年商数億円規模って書いたでしょ。それは何かというと従業員数もそれなりにいますよと。あそうなんですか、はいはい、そうでしょ。だってそんなもんお父さんと息子だけで年商数億円ってったらとんでもねええぐい仕事ってことになるじゃん。じゃあ割とどっちかというと職人すみませんちょっとコメントにここから答えます。海洋堂ではありません。なるほど面白すぎる。じゃあ割ともうちょっと会社的な感じをイメージすればいいですか。そうですね、はい、